はい、引き続き道端でございます。土砂災害ですね、今回気をつけてほしいのは、まあ、雨の方がですね、まあ、浸水害ということで8時今日の6時から21時、まあ、最大雨量で50ミリという形ですけど、それがずっと続いていきますので、おそらく土砂災害でかなり厳しくなってくるのが21時から24時から、それから明日のですね、6時、9時までのこの明け方までがちょっと警戒が必要であると思います。その後ですね、どんな風になっているかというのを見に帰った時も気をつけていただけたらなと思います。かなりですね、気をつけていただきたいなと思ってます。で、火事の話は先ほど申し上げた通り、9時から市内全域でですね、まあ、火事の人口は105,161人、それから世帯数が 47,430 世帯という形ですけど、これ全域に避難準備高齢者避難開始を、発令しておりますので、くれぐれも気をつけていただきたいなと思ってます。これが7時15分、まあ、7時ジャストですね、市内海域に発令しております。避難準備高齢者避難開始です。先ほど申し上げた、自主避難の開始場所、避難所がありますので、そちらをご参考にください。ではまた連絡させていただきます。失礼します。